11月8日に発売されるカリスマの舞台化作品カリスマでステージからお帰り。カリスマハウスブルーレイ &DVD よりダイジェスト映像が公開された。カリスマでステージからお帰り。カリスマハウスは6月28日から7月7日まで品川プリンスホテルステラボールで上演された超人的シェアハウスストーリーカリスマの舞台化作品で、ブルーレイ &DVD はカリスマオフィシャルグッズストアカリスマガレージで限定販売される。本日公開された映像では、千秋楽公演本編の名場面に加え、キャスト座談会やメイキング&バックステージ映像、さらに7人のカリスマブレイクの映像の一部シーンを発売に先駆けて見ることができる。また11月9日から11月13日までインシアターで上演される超人的シェアハウスストーリーカリスマの新作舞台イベントカリスマでステージライブから集まれカリスマ文化祭のテーマソングカリスマ文化祭が11月9日午前0時より各音楽配信サービスにて配信することも決定。本楽曲は7人のカリスマによる歌唱曲で、月食会議が作詞作曲編曲を担当。さらに本公演のブルーレイが2025年3月26日に発売されることが決定した。千秋楽公演本編の他特典映像が収録される予定で、対象期間内にカリスマオフィシャルグッズストアカリスマガレージ内で予約すると、早期予約特典としてメインビジュアルブロマイドが商品と同梱で届くとのことだ。ブルーレイカリスマでステージライブから集まれカリスマ文化祭、発売日2025年3月26日水曜日、携帯価格ブルーレイ6600円、税込み1携帯品番 NXD-1104、 早期予約者限定特典メインビジュアルブロマイド、早期予約対象期間11月8日金曜日20時、11月20日水曜日23時59分、予約、https://kingshop.jp/charismagarage/pd.html グッズイコール NXD-1104&variation イコールオフィシャルグッズストア、カリスマガレージ、https://kingshop.jp/charismagarage/収録内容 BD、DVD 共通。本編2024年11月13日、水曜日12時30分公演。千秋楽映像特典未定。出演キャスト、伊藤文也役、京山陽春、草なぎり海役、岩田智樹、本橋より役、持田優勢、猿川聡役、宝田真山俊港大瀬役、露口優斗、寺役、丸山和志、天道天彦役、田中陽生。カリスマでステージライブから集まれ。カリスマ文化祭。テーマソング。カリスマ文化祭配信日11月9日土曜日午前0時、11月8日金曜日24時作詞作曲編曲。月食会議配信リンクはこちら、 https://crsm.lnk.2/bunkasnibulu-ra/y&dvd カリスマでステージお帰り。カリスマハウス発売日2024年11月8日金曜日、2024年11月8日金曜日、携帯価格ブルーレイ DVD 共通9900円、税込みブルーレイ CD 付き品番 NKZX-18-19DVDCD 付き品番 NKZB-9-11、 予約
https://kingshop.jp/charismagarage/pd.html グッズイコール NKZX-18& バリエーションイコール NKZX-18 オフィシャルグッズストアカリスマガレージ https://kingshop.jp/charismagarage/収録内容BD/DVD共通本編2024年7月7日日曜日18時公演千秋楽 M1 お帰りカリスマ EP1 避難訓練 EP2 メッシ EP3気圧 EP4 ネロ EP5 海へ M2 海へ行こう EP6 カリチュマ EP7 クリスマスパーティー EP8 カリスマが来た EP9 星に願いを M3 カリスマロマンティック M4 デンデンデスファイト M5 カリスマ祈願節 M6 アッシュフローム7お帰りカリスマ映像特典カーテンコールキャスト座談会メイキング&バックステージみんなのカリスマブレイクカリスマが来た初日公演7月7日昼公演 CDM1 おかえりカリスマ M2 回へ行こう M3 カリスマロマンティック M4 デンデンデスファイト M5 カリスマ祈願節 M6 粛清のパレード M7 ラブディスターム8奴隷天国 M9 グラビトム10アルガマまでビバラビダ M11 残光 M12 アッシュフロー出演キャスト伊藤文也役氷山陽春草薙理解役岩田智樹本橋より役持田雄星猿川聡役宝田山俊美名東瀬役瀬口優斗寺役丸山和志天童天彦役田中良生ゲスト声優のカリスマ大河元気福原克美橋爪智久日向ついたち公に 2.5 事件のカリスマ荒牧義彦